はい、去年のですね、模試でございます。落語が出てくるところが講談になってますね。そういういわゆるスキミングと呼ばれる問題なんで、こう全体の概要がわかる。ということで始まりましたモチチャンネル。さあ今回はですね、海賊講師がドラゴン桜に出てきた剣他が解いた問題解説してみたというですね、なんとも長ったらしいタイトルですが、まあ昨日ですね、ドラゴン桜第5話が放送されたわけなんですけども、まあ見た方もねいらっしゃると思うんですが、そう剣他がね出てきて、彼の天才ぶりというかね、オチに秘めた能力みたいなものがこう開花するというか、そういった話だったんですが、で彼がですね劇中でですね、劇中とかドラマ中で共通テストの問題を解くっていうシーンが出てきたんですよ。共通テストの問題を解くって去年撮影されてて、共通テストの問題って何を使うのって思うわけですね。ないじゃないですか、だって共通テストのものが。思考調査使うしかないのかなって思ったんですが、一瞬だけこういう風に問題が映ったわけですね。で、あれこんなの思考調査にないぞって思ったの。オリジナル？いや、オリジナルの問題なんかちょっと考えづらいなと思ったんですよね。調べてたら、ツイッターで見た方がいるかもしれないですけど、パソコンを落としてですね、踏んづけてこんな状態になってしまったんですけども、大変なことになりまして、非常に大きな代償を負ったわけなんですが、そうだ、ネットに聞いてみようということですね。聞いてみました。そしたらですね、これ、河合塾の第1回共通テスト模試1の B の問題ですっていうね情報が来たんですよ。そっか、模試を参考にしてね作ったんだっていうのが分かったわけですね。でちょっと変えてありますよ問題っていう風に言われてたんですけど、どういう風に変わってんのかなと思って調べたいなと思ってですね、ちょっとツイッター上に写真載っけてくれた人もいるんですけど、なんかちょっと字が見えなかったんでうまくって思ったんですよね。あ、そうだ、自分河合塾講師だから模試持ってんだって思ってね、それを思い出したわけですよ。ありました。はい、去年のですね模試でございます。河合塾講師はですね、ちゃんと自分の教えてる学年の模試関連する模試っていうのはね全部もらえるんですよ。僕だから総計コースやってるから総計の模試は必ずもらえるし、東大のクラスやってた時は東大の模試ももらってましたから、で高2やってた時は高2の模試も全部もらってましたからね。ということで共通テスト模試ありました。どうなってたかっていうとですね、 The World of Cordan っていう風に書いてあるんですよ、ドラマのやつはね。で実際のを見ると、落語フェスティバル The WorldWorld of Imagination っていう風になってるので、タイトルが変わってますね。で、本文中のほとんど同じです。ほぼほぼ同じなんですけど、見るとですね、落語っていうですね、落語が出てくるところが講談になってますね。そういう変化が実は起こってます。で、あとはこのフェスティバルスケジュールの表のね、この太さっていうのが違うっていうだけで、あと全部同じです。まあ簡単に言うと、河合塾の模試です。右側に載ってる設問ですけど、全部同じです。全部同じだから、落語っていうのも落語になってます。全部講談にはなってない。設問としてさ、成り立たないじゃんって思ったけどね。設問は落語なのに本文中全部講談だから、講談と落語が同じだとわからないと解くことができない問題になってるということで、また問題に突っ込んでしまいました。前回もね、問題に突っ込んで、いやいや字数制限なんかないじゃないかって言ってすごいコメントがいっぱい来てたんですけど、そんなこと100も承知で、そんなドラマのやつ真面目に解説するんじゃねえ、だから面白いんですよ。ドラマなのに突っ込んでんじゃねえとかっていう人たち、いや YouTube 動画に何突っ込んでんですかってこっちは言いたい。何真面目に突っ込んでんだ、いや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 、こっちのセリフだ。何ジョークの動画に真面目に突っ込んでんだ。だからこれにもね突っ込みが来るかもしれないですけど、だから正解できないよ。ケンタはすごいです。講談と落語の分かってるっていうわけですからね、すごい。じゃあこれ一体ねどういうものなのかっていうわけなんですけど、正確にもの文章全部読んでって解説とかっていうのもね多分やっちゃいけないと思うので、まあ、簡単に説明したいと思いますね。答え気になる方いると思うので一応413です。はい、答えはね、1個目が The purpose of this notice is to let people know aboutっていう風に書いてあるんで、はい、全体を問う問題ですね。興味ある方はやってみてください。ケンタが一瞬でスパッスパッスパッと解いた問題なんですが、それがねできるかどうかっていうのはね無理だと思いますよ。かなり難しいと思いますが、問1は全体の問題なんで、まあ本文中に載ってる表現の言い換えっていうのが分かってもいいし、いわゆるスキミングと呼ばれる問題なんで、こう全体の概要が分かるっていうので問いでも OK な問題ですね。いわゆる4技能試験の橋渡しになるようにっていう風に共通テストっていうのは位置付けられてるので、英語の場合ですね。なんでこういった全体の概要が分かる問題と
細かい詳細が分かる問題っていうのが問われる。で、問い2に関しては詳細を問う問題ですね。 People who go to the festival will have the opportunity to、ね、はい、こういうオプチュニティがありますよって書いてあるんで、この表に載っているものからですね、その情報からちゃんと合ってるものを選ぶんですが、これ複数の情報をね照らし合わせなきゃいけないんですよ。複数の情報をこう見つけて、そうやって答えを出すね。このスキャニングっていうのがね、この答えに関係ある情報だけを見つけるっていうやつなん でしかも複数ですからね、大変です。2箇所ね、分かんないといけないんですよね。で、最後が If you want to go to all of the events on the schedule and pay as little as possible, you should、ね、全てのイベントに行くと、スケジュール載ってる全てのイベントに行くって、なるべく少ないお金を払いたい場合はどうすればいいかっていうことですね。で、これなんか難しいですね。パスを買うっていうわけなんですけども、いわゆるそれぞれのイベントに行った場合にいくらかかるのかっていうのを計算するんですよ。そうすると2000円かかるんだよね、これ4つイベントあるから。パスを買えば1600円で済むから、パス買って1600円の方が安いってやつです。だからこれ計算です。そう、これがね、共通テストのまあ特徴というか、大学入試の問題の特徴でもあるんですけど、 TOEIC とか TOEFL ってですね、 ETS っていうところが作ってる試験じゃないですか。絶対計算させないんですよ。しても、まあ昨日の TOEIC でもそうだったんですけど、プラス1とかマイナス1がほとんどですね。次の日とか次の月とか昨日とか先週とかってマイナス1ですね。その計算で出す問題は出るんです。ただそれ以外出ないんで、こういう風になんか500円をいくつか足して何千円とかっていう風に出すとかっていうのは絶対出ないんですよ。でも共通テストっていうのはそういうのが出ます。ケンタすごい、マジすごい。全体のトピックとスキミングの問題バッチリ解けてるし、スキャニングで情報を拾い上げる、複数の情報をこう拾い上げて答え出してるし、最後なんかもう情報量いっぱいですよ。計算もしなきゃいけない、かける4して1600と2000をね比べなきゃいけない。それを一瞬でできるわけですから、これ東大いけるんじゃないですか。でもケンタ耳うまく聞こえないからリスニング大丈夫なのってね言ってる人もいるんですけど、共通テストに関してはリスニング使うようになってるからね、東大は今年から。でどうなるの、いや多分大丈夫だと思います。あのね、特例措置を取ると思いますよ。耳が聞こえない人のためには特例措置があるはずなんで、東大は。共通テスト分かんないですけど、少なくとも二次試験の方にはあります。ずるいんだけどねリスニングの問題東大あるんですけど、東大のリスニングの問題って耳難聴の人たちは目で見ていいんですよ。どういう風に行われてるとかは謎なんですけども、2020年2019だったかなに1回だけスクリプトが出なかったことがですね、でみんな、なんでだなんでだってなったんですよ。なんで発表されないんだよリスニングのトランスクリプト、この字が書いてるやつですけど、なんでってなったんですけど、その時は聴覚障害の人が誰もいなかったんだって。受験でずっと毎年いたんだけれども、聴覚障害の人がいなかったのでスクリプト出さなかったって言って、そう後から出したんですけど、実はそんなこともあるん で何かしらやっぱ聴覚障害の人がリスニングの問題を目で見る形で解いてるっていうことなんで、だからそこは全然大丈夫です。またドラマなのに真面目に語りやがってって言われるかもしれないですけどはい、ということで今回は健太が速攻で解いたですね、共通テストの問題、まあ共通テストの問題というか正確には共通テスト模試の問題ですね、を真面目に解説してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.